36年目にしてひょっとして学級作り分かってきたかもしれないみたいな感じなんだけど、ちょっと時すでに遅しという感じですけれども、ちょっと座り方を、変えようと思ってます。ちょっとめんどくさいですけど、1月1日がまあ一番として、一番最後が12月31っていう設定ですけれども、ここに1月1生まれから順番にで後ろまで行って多分無理なので、2列目はここから順番で、誕生日順にちょっと並び替えをまずしてほしいです。もうちょっといけるかな。今北海道教育大学ですかね、横藤先生という方が、学級作りは、まあ、織物に似ているということで言われたんですね。縦糸が実は肝心でして、縦糸を学級作りに当てはめるときに何になるかというと、いろんな考え方があるんですけれども、私はもうルールかなというふうに思っています。きちっとした、ルールがあることで、まあ、楽しい活動ができたり、横糸が縦糸を強くすることもあります。うちの学校でもですね、昨年なかなか教室にうまく入らなかった子どもがいて、教師が行っても入らないんだけど、クラスが変わって座りや、子どもが声をかけることによって座れるようになった。で、少しじゃあどんなのが横糸の発想なのかっていうのを、ちょっとトランプなんですけれども、そこにいろんな言葉が書かれてるんですね。普通のトランプとしても使えるんですけれども、まあこれで自己紹介にするっていうのは時に使われるものです。ちょっと簡単に自分のお名前と、そしてこれお題でちょっと交流をしてみてください。はい、ではどうぞ。何がしたいかというと、結局は雑談なんですよね。雑談ができるといいんだけど、お題がないとなかなか雑談にもならないということで、ちょっとインタビューゲームです。これも何度かいろんな講座でやったことあるんですけれども、今ハマっているもの、好きなものを、まあインタビューの形で聞いていくっていうものです。用意スタート。じゃあ今からですね、インタビューしたことをもとに下のところにですね、ちょっとまとめてもらいたいと思います。この後発表してもらいますので、2分、用意スタート。まあ、ということで、結構見えてなかったものが15分ぐらいかけると見えるっていうのか、2つ意味があって、1つは、まあ、友達の今まで知らなかった面を知るっていうことです。もう1つは、これ教室でやると、こうそんなのいちいち聞けないじゃないですか、子どもに。だからその情報を全部手に入れることができるので、例えば話すときに一眼レフの差っていう、その話ができると、すっと子どもと関係ができるということです。これはPA、 プロジェクトアドベンチャーっていう、それこそまあ子どもたち同士のつながりを、まあ大切にするゲームなんですけども、これコアラのぬいぐるみが置いてあって、まあ、勝手に本当はそんな名前じゃないんですけど、コアラゲームっていうふうに単純に名前をつけてやってるんですけど、まあ、今日はちょっと実際にできないんですけど、別にコアラじゃなくても、まあ、ハンカチでも何でもいいんです。2列に向かい合わせでこう座って、でこう、まあ手をつなぐんですね、この子たちが。でここに写ってる一番大きな子が、この手のこの2人が一番最後尾です。一番向こう側がトップです。まあこれが2列だとしたら、この前に2人がいて、最後尾2人で、最後尾2人のところに、まあ面倒くさければハンカチでもいいんです。まあ、この場合人形が取ってありますが、まあこれを取り合うっていうゲームです。じゃあ行きましょう。こっち。早い。じゃあ一回ずれましょうか。一回。ごめんなさいね。なんていうか、実は今日これがメインだったんですが、これをやるためにコンサート持ったのに時間が来てしまった。今日新しいバージョンを作ってきたんですが、
どうしようかな、全部はできないと思うから、でもこれ入れないと DVD にならないと思うので、これはね、少しだけごめんなさい、ちょっとだけもう一つゲームを延長させてください。